吉野礼元心座は、青森県東津軽郡後片村出身で、友綱部屋に所属した大相撲力士である。本名は山口正氏特異種は右四つ、より、押し。身長173センチメートル、体重96キログラム。自己最高位は東前頭8枚目。東京であった。 当時の高島親方と彼の弟子で同じく同郷の長房山を頼って16歳の時に各界入り。そのきっかけとなったのは1947年6月に岩手県和賀郡黒沢尻町で行われた巡業であった。同年11月場所にて初土俵を踏み、1948年5月、八方金の四個名で序の口についた。うまくはず押しで出る。 成功法の取り口で腕力はなかったが、土俵際で残すのがうまく、突き落としや肩透かしで相手を揺さぶる粘り強さもあった。1954年1月場所で重量昇進、1955年5月場所で新入幕を果たした。小兵であったことも災いして、幕内上位には上がれなかったものの、幕内中位から下位の地位で長い間活躍した。 幕内と重量との往復を幾度も繰り返し、入幕は1964年1月場所で引退するまでに計8度を数えた。そのため、参照受賞も、金星、銀星獲得もない。1964年1月場所限りで引退すると、しばらくの間は、友綱が部屋付きの年より、熊が谷,谷として、更新の指導に当たった。しかし、長男、 吉典の友綱部屋への入門を契機に、1978年5月場所後に熊が谷部屋を起こした。1982年9月には、健康を害して部屋経営を断念した元を大関、峰ん、高志の高島部屋の力士を引き受けた。なお、工房さんは1990年11月場所、限りで、現役引退後、年寄り、高島を襲名。数年後には、 独立して、同部屋を再興している。定年を2ヶ月後に控えた1996年、5月場所を持って部屋を閉鎖し、所属力士らは、同じ立並、伊勢ヶ浜連合の立並部屋に移籍した。長男は、薫玉山の四個名で幕下まで昇進したものの、親子2代にわたっての関取昇進はならなかった。日本相撲協会を退職後は、 糖尿病から腎臓病を発症し、2010年夏頃からは人工透析を受けていた。2011年以降は入院して治療を続けていたが、2012年2月17日16時51分、脳梗塞のため入院先の千葉市若葉区内の病院にて亡くなった。80歳没。ありがとうございます。